お元気ですか？僕趣味です。今日は2023プロ野球チップス第1弾開封動画第12回目でございます。あとね1週間ぐらいであと1回目か2回目にね終わりたいと思います。でもうそろそろねその月になると第2弾がね出ると思いますのでね、もちろん第2弾の方もねやっていきたいと思います。またねラッキーカード引いていませんのでね、ぜひね出したいと思っております。では12回目の1袋目でございます。楽天イーグルスの鈴木大地内野手でございます。福岡ソフトバンクホークスの周東右京内野手でございます。2袋目でございます。で柳田悠岐選手のねキラーカードが出ました。で読売ジャイアンツの吉川尚輝内野手でございます。3袋目でございます。阪神タイガースの伊藤将司投手でございます。タイタセーブの、東北楽天ゴールデンイーグルスの松井裕樹投手でございます。4袋目でございます。で、キラカードまた出ましたね。中日ドラゴンズの大島洋平、外野手のこれ今度はキラカードでございます。で MVP 首位打者本塁打王打点王最高出塁率の東京ヤクルトスワローズの村上宗隆内野手のカードでございます。5袋目でございます。MVP 最優秀防御率最多勝勝率第1位最多奪三振沢村賞のオリックスバファローズ山本由伸投手でございます。最多安打の東北楽天ゴールデンイーグルスの島内宏明外野手でございます。6袋目でございます。阪神タイガースの岩崎優投手でございます。中日ドラゴンズの木下拓也捕手でございます。7袋目でございます。MPB 通算150勝達成したソフトバンクの和田投手でございます。で読売ジャイアンツの吉川尚輝内野手でございます。8袋目でございます。中日ドラゴンズの大野雄大投手でございます。最優秀中継ぎの埼玉西武ライオンズ平良海馬投手でございます。9袋目でございます。
で、キラーカードね、3枚目でございます。阪神タイガースの大山祐介内野手の、はい、キラーカードでございます。で、北海道日本ハムファイターズの加藤貴之投手でございます。で、最後の、10袋目でございます。東北楽天ゴールデンイーグルスの岸貴之投手でございます。で、埼玉西武ライオンズの与田海人投手でございます。はい、以上でございます。以上で2023プロ野球チップス第1弾開封動画第12回目を終わりたいと思います。本日の結果はキラーカード3枚の結果で終わりました。で、先ほど言った通り、来週あたりで、あと1回か2回で終わりたいと思います。この後は第2弾をお楽しみください。ひょっとしたらね、3回目もやるかもしれませんのでね、よろしくお願いします。またね、あのプロ野球カードの方もね、引き続きやっていきますので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。で、メンバーシップ限定でより、ね、マニアックな、ボックスもやっておりますのでね、もしね、あの余裕のある方で構いませんのでね、よろしければそちらもぜひ、見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。